の蹴る感じのやつで俺はあそこではないよ。ふーちゃんボランチはどうやった？俺はほんまに本音で言うけど、やっぱ翔平くんがいる。それは俺もやっぱ上手いし、翔平くん強いやん、あの球際とか、うん、より分かったよボランチはやってた。なんか予測とか全部やっぱあの人やってたわ。やっぱりすごい。俺もめっちゃ頑張って考えてどっちかどうかと考えてたけど、もうセカンドの拾い合えたからどっちにしろ、うん、もう無理無理。まあまあちょっと風が強かったのも正直やってけど前半な。前半めちゃくちゃ強かった。うまい。そう、後ろはどうやった？いや、前半は特にやっぱロングキック蹴りたくても風があってちょっと蹴りづらいところがあったっすね。まあ、あと、りょうくんの右足が結構蹴れるっていう新案件があったね。あったそれ。一回なんかさ、フリックワンタッチで、ワンタッチで、なんか、あれ、パーンみたいな。結構、ハゲ、ハゲ、あったか、なめちゃうの。たまたま。たまたま。りょうくん、絶対たまたまや。あれ、嫌だ。りょうくん、その、死ぬほど右蹴られへん。あー。そう、完璧な左蹴りやから。こいつ、右アウトしか蹴られへん。え、そう、俺も意味わかんない。あと、確認ですか、もう2、3人欲しない。あ、そうだな。ほんまに正直怪我人ちょっと多かったせいで。あ、でもじゃあ裏話したら俺らは言ってないんだけど、ナストリがあって、あ、なんかあったらしいな。ほんまにこの試合の2日前で行われてる、うん、それがエグかったし、ちょっと俺も見てへんから。そう、言ってるよ、若手やから。あの、レンと若手、大変だ。言ってた。俺らはコナミの本社でイーフットボール対決して、ケイゴとアザスに勝つの チームと俺とシゲとケイゴの3対3のコーナー、それで負けた方が地獄のトレーニング。俺らは勝ってるから、うん、仮に多分俺ら負けて俺ら多分地獄のトレーニング行ってたら多分俺試合出てないから。多分俺も出てないから。